今日は、たくさんおいでくださいましてありがとうございます。今のはあのアメージングエースと言いまして、まあ、あの賛美歌なんですけども、まあ、今回はあの熊本とか大分とかでいろんなこう苦しいことがあったと思うんですよ。そういう、まあ、祈りを込めてこの曲を演奏しました。じゃあ次はわらび貝を演奏します。5回目になります。で、まあ、メンバーも何人か入れ替わっているんですけど、お知らせのように20周年になるんです。このチームを組んで、それで、まあ、
よく頑張ってきたと思います。それからハンドベルっていうのはもうこれ外国の楽器なんですね。日本では最近1個1個じゃなくて1セット作った人がいるんです。でもなかなか手に入らない楽器 で日本に来てから40年になります。ですから今やったような日本の曲を演奏することができる編曲者が出てきましてね。それでは次は武田の子守歌。
ハンドベルっていうのはですね、もうご覧の通り、一つ一つがピアノの黒鍵白鍵になっています。でそれをこの今日は11人で分配して演奏するんです。さあ次は翼をください、を聞いてください。この曲が終わったら司会が変わりますので楽しみにしてください。
おてんばなマリアが家庭教師としてやってきます。まず最初に丘の上でドレミの音名を楽しく教えるマリア先生のドレミから始めましょう。ジュリー・アンドリュース本人が登場しましてレディー・ガガと熱く抱擁を交わしていました。では次の曲はレディー・ガガも歌った中から、突然の雷に驚きマリア先生のベッドに潜り込む子どもたちに、お気に入りを思い出すだけで辛い気持ちがなくなるのよと優しく歌ったマイ・フェイバリット・シングスをお送りいたします。
トラップ大佐と結婚し、一家はトラップファミリー合唱団として知られるようになりました。しかしオーストリアがナチスドイツに併合されたため、一家は亡命を決意します。そんな時、ザルツブルグ音楽祭に参加した一家が最後に選んだ歌はエーデルワイスでした。消えゆくオーストリアを思うあまり、胸が詰まって歌えなくなったトラップ大佐でしたが、家族が寄り添い最後まで歌い切ります。心を動かされた聴衆は一人また一人と歌い始め、やがて会場がエーデルワイスの大合唱で包まれる場面は映画のクライマックスと言えるでしょう。エーデルワイスをお送りいたします。その歌声が遺憾なく発揮された一曲と言えるでしょう。日本では語呂の上から一人ぼっちの羊飼いと訳されましたが、本当はヤギなんだそうです。人形劇では羊飼いの少年やヤギが飛んだり跳ねたりするのでとっても可愛いのですが、今日の私たちの演奏もベルが飛んだり跳ねたり、そういう編曲になっています。ぜひベルの動きも合わせてお楽しみください。
一部の最後は、ハンドベルのオリジナルの曲を聴いていただきたいと思います。メロディーフォークというか希望の音楽という、まあ、名前がついてるんですけど、双子の子供がいましてね、その双子の子供のイメージをした曲なんです。で、この間調べたら一人は亡くなっちゃったんですよ。でもその子を思いながらこういう曲、この曲を書いたという話を聞きました。それでは一部の最後、メロディー・オブ・ホープを聴いてください。すいません、ちょっと僕、どこにある